さあ始まりました、オリド伝説ザベストバトルということで、今日はですね、まあ、ドリフトのこうね固い話をするとかそういう話じゃなくて、過去の話現在の話を含めて、まあ、ドリフトっていうのはこんなに楽しいんだぞっていうのを、感じてもらいたいと。まあ、僕はドリフトを始めてカーボーイ初代チャンピオンになってから、まあ、本当にもう15年以上経つんですが、まあ、その間に数多くのいろんなバトルだったりとか走り方だったりとかね、どん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 もうドリフト進化してます。まあ、そういう中で今日はそういうのの、ドリフトのねこう楽しさを伝えたいなということから始まりました。というわけで、僕にはとっては欠かせない、今日は仲間を紹介します。まずはこちら、皆さんご存知、スティンガー谷口です。スティンガー谷口かよ。そしてまず次、これがですね、今ではもうスワローで有名な上野です。 T&E 社長です。イエーイ。そしてこの方、こんな親父みたいな格好してますが、昔はですね、危ない3人組と言われたそのうちの1人、臼井くんです。よろしく。そして今日もう僕らのこう希望を絶って、女の子を1人呼びました、MC の松原涼子ちゃんです。イエーイ。お願いします。それですね、今日の主役、今日の主役マックスオリド。マックスオリドです。イエーイ。というわけで、今日はこの5人で、ドリフトの楽しさを伝えていきたいと思います。オリド学ぶ。全日本 GT 選手権やスーパー耐久など様々なレースで活躍する日本を代表するドライバー。1990年ドリコン GP 初代グランドチャンピオンとなったのをきっかけにレースの世界に入った。ドリコン GP や D1 では審査員を務めるドリフト界の第一人者だが、今年から改めて選手として D1 に参加している。2005年スーパー GT の初戦で見事優勝に輝いた。谷口信輝。2002年から全日本 GT 選手権に連続出場。その他にもスーパー耐久などで活躍する注目のドライバー。ドリコン GP では1996年、地元広島からドリフターズというチームで出場し見事優勝に輝く。初代 D1 チャンピオンを獲得するなど現在ドリフト界のトップを行くドライバーといえる。上野貴博。人気エアロパーツメーカー T&E の代表。昔からソアラが大好きで、初めてソアラをドリコン GP に持ち込んだ人物としても有名であった。ソアラを堅くなに愛し続け、 D1 にも T&E 仕様のスペシャルソアラで参戦を続けている。というわけで、やっぱね、マックスオリドを語るにはやっぱりね、このシーンが必要でしょう。どうぞ。1989年に始まったカーボーイドリコン GP、 その人気から翌年の90年には年間を通じてのシリーズ戦が各地で開催されるようになった。オリド学ぶのドリコン GP デビュー戦は第1戦山梨大会に臼井、石塚という友人3人で出場したグループ交際クラスであった。その後第3戦の筑波大会では個人で出場し優勝を果たした。そしてその年の終わり、全国4カ所で開催されたドリコン GP のチャンピオンによって年間のグランドチャンピオンを決める大決戦がスポーツランド山梨で開催された。オリド学ぶはこの大会に挑み、審査員やギャラリーをうならせる走りで文句なしの満点を獲得。見事初代ドリコン GP グランドチャンピオンに輝いたのである。満点だ。
けど、最初の中で失敗しちゃって、もう辛かったんですけど、あの、いきなり走った君と優香君が励ましてくれたんで、今日、勝てたと思います。これね、このつくばはね、俺ほんと今でも覚えてるよ、うまかったもん。つくば？もうね、俺この頃ね、あのつくばね、オートバイでも走ったし、車の4人でも走ったの、また食べれちゃう。足んないね、だいたい日本のコースは狭いんだよ。いや、アメリカでしょ。ていうかね、この時何でしょ、まともに努力してんのって。この時何でしょ、まともに努力してんのって。ビデオに残ってるよ、ほんと。俺、自分からね、だからさ、俺レーシングスーツを持ってるんだよ、俺。今のスーツですか？違う、うん、そう。お前、バカにしたこれうまいよ、これ。この俺のこのワイエティなんていうのは LSD も入ってなかったからね、この頃。ビスカスも、ビスカス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 、自慢ならないよ、お前。お金なかったから、みんな貧乏だった。この時に優勝した時の気持ちとか今でも覚えてますか？お前には教えねえよ。なんだその返し。いや、本当嬉しかった。あのね、最初3人で、あの薄いと含めて3台出たんだけど、その後俺はこのグランドチャンピオン大会っていうのに出るの決まってたんだけどね。本当は3人で勝ちたかったの。だから、3人出て負けた時にもう俺いいやと思って、これ出るのやめちゃったんだけど、こいつがもう出ろと。嬉しかったね、その時はね。今は恥ずかしいけど、でも3人で負けてお前のせいだったもんね。ん？でも3人で応募したんだけど、個人も1人で応募したらしい。応募した。それで筑波の大会出て、じゃあ筑波の大会出て、宇津井がね、アメリカかなんか留学行ってて、でもう一人静香が車壊れてて、じゃあ俺一人出ていいよって言ったら、勝つつもりなかったんだけど勝っちゃったんだよ。なるほど、ね、どっから調子に乗っちゃったんだよ。それでこれ、この大会に出るまでにどれぐらい練習とかしたんですか？お前には教えないって言ってた。1年ぐらいかな。1年ぐらい、もうずっとオートバイばかり乗ってたからね。これ泣いてるじゃないですか。泣いてる泣いてる、やらせやらせやらせ、うん、これほんとね、俺のことじゃないのに俺恥ずかしいんだけど、見てて。これ鳥肌立っちゃう、ほんと。なんで？え、見てどうですか？いや、すごいピュアでいいな。こんなだよ、テクノカット。こういうとこから始まるんですよ。グランドチャンピオンだよ、すごい。ほんとね、この時はね、俺ほんと今でも覚えてるけど、たまになんか悩みがあるとこういう時のこと思い出すもん。これそうなんだ。そうなんだ、知らなかった。またこう這い上がってくるんだ。そう、這い上がる。だからね、へこんだ後にこうね、落ちた時はこういう時考える。よし、もう一回行くぞって、こっから始めないんだから。これもう人いっぱいいますもんね。人いっぱいいる、ね、面白いね、こう虎目が持ってさ、これね、面白いでしょ。臼井君と石塚君にも拍手お願いしますってことで、その頃からもう自分のことよりももう周りのことしか考えてないから。違う違う、自分があるから周りもある。何言っちゃってるんだ。抜け抜け出てたんじゃん、これ周りがいるから自分がいるんだよ、これ。本当だよね、本当に。取ってつけたように言ってるよ。でも団体戦は俺の君のせいで負けたんですよ。でもね、実はね、この大会の時に優勝すると100万円の車がもらえるってのがあったね。うん、ものすごいそれが。だから臼井君と石塚君には拍手で、拍手で、自分は100万円の車。100万円の車。そんでもう俺レースをやりたくてしょうがなかったから、それで100万円で86をもらって、今乗ってる車も売っちゃって、でローン返して、で部品代にして、でレーシングカーを作ろうと思ったの、自分で。でその作り方よく分かんないから、この時の審査員の、まあ、俺のずっと社長だったんだけど、坂東さんと人に電話して。あ、坂東さんって聞いたことある。聞いたことあるでしょ。あなたのチーム監督。ああ、チームオーナー。そうだった。そう、それでいろいろ相談したら、なんか知んないけど働くことになっちゃったんだよ。なるほど。そう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 、それ間違えたの。間違えたんです、それ。そもそもドリフトを始めたきっかけっていうのは何だったんですか？うん、俺ね、今のことはちょっと違うんだけど、もうレーサーになりたくてしょうがなかったので、いろいろ考えてレーサーになるためにいろいろやったのよ。サーフィンやったりとか、バンドやったりとか。意味わかんない、意味わかんない、つながりがあるんだよ。どこ、いや、なんかね、何かのスポーツとか何かの話題が出るたびに、あ、俺それ昔やったとか、うん、俺はレーサーになりたくて野球選手になろうと思ったとか、
俺はレーサーだろうと思ってジャニーズに入ろうと思ったとかって、いやだからわけわかんない、普通にレーサーなんか絶対なれないからお金かかるでしょ。そうですね、だからやっぱ何かで成功して、何かで成功したこう見返りでレース業界に行くっていうのが俺の考えだね、プラン、プラン、だから本当に一生懸命歌も練習したこともあるし、ギターも練習したこともあるしサーフィンもやってたし、ネルトン出たことあるよ。そう、ネルトンも出たことある。ネルトンがきっかけでテレビとかデビューしてレーサーになろうと思った。もうとにかくね、何かやること、これは絶対意味があるんだと思ってね。で意味あったの？で意味あった。そんでそういう生き方をちっちゃい頃からしてきたから、たまたまね土屋圭司さんっていう人がいるんですよ、カリスマな人とか、はい、その人の峠のビデオを見た時に、あ、もうこれだと思った。でその頃よくそういう本雑誌とか出てて、お前は上手くなりたいのか速くなりたいのかみたいな、よくそういうコメントがあったら、いや俺は上手くなりたいなと思って、でもしかしたら、そんでそういうこういうねイベントが始まった頃だったから、これでもしかしたらうまくいって勝って有名になれれば、もしかしたらレース界に入れるかもしれないなと思って一生懸命練習した。それでだからいきなり俺ねドリフトの練習はしなかったの。いきなりドリフトの練習を行ったんだけど、その日のうちにぶつかってクラッシュして、あ、これはいかんいかんと思ってでこう小さなジムカーナーじゃないんだけど、駐車場でスピンターンズ、サイドブレーキを引いてスピンしたりとか、そのドリフトの本当の基本の練習をね1年間ぐらいやったんだけど、でその頃に知り合ったの。普通でもそのさあ駐車場で定常演奏会だとか、うん、サイドターンだとかね、うん、1年やんないね。1年やったね。ほんで長げその頃の練習方法はハンドル回す練習って、お盆あるじゃん、こうお茶とか運ぶ丸いの、はい、あれをこうやってこうハンドル回すの練習をしたりとか、いらねえ。車いや、ほんと練習マンで、車こうジャッキアップして、車ジャッキアップするとハンドル軽くなるから、ハンドルをこうロックトゥロックって言ってた、右から左こうフル回転する練習をいかに早くできるかみたいな。そんなしたことねえ俺しないよ。かげで陽気だったんでしょ。だから違う、コソ連ね、違う、だからオリド君はコソ連が好きっていうよりも、そういう風に努力してる自分が好きなんです。そうそうそう、うん、ピンポン、うん、ほんとピンポンで、必ずそういう練習してるこういうね努力がいつか必ず実を結ぶんだと。わかる、はい、実を結びましたよね。そうそうそう、うん、で必ず俺はもうその頃ね、あの なぜレーサーになるといろいろ考えたの。いろんな人のね伝記だった、その頃レーサー星野和義さんだとか、はい、赤嶋圭さんとか、いろんな人も本があるんだよ。俺はこうやってレーサーになったみたいな、はい、でその電気全員の読んで、あ、これはちょっと俺に似てるタイプかなとか、これちょっと違うなとかさ、こうあるじゃない、いろいろ環境とか、はい、で自分のいいところだけつまんで、星野さんが中学校の時家出したって書いてあったから、俺も真似して家出したことあったんですよ。車サーキットとかチャリンコで。自転車でドリフトとかしませんでした？してたよ。あのその頃さ、小学校の校庭がさ、小石の子を出すとって言うんだけど、ものすごい滑りやすいの。そこでこうブレーキをかければ誰でもできるんだけど、勢いガーッとつけてって、ブレーキをかけないでいかに誰か遠くまで転べるかとか、あと転ぶの。そんで冬場ね、冬場こうやって道路に氷が張るのシャーって、で遠くからこう走ってて、みんな10人ぐらいで、誰がいきなり遠くまで滑っていけるかみたいな、転んでね。俺似てることやったけど、俺ちょっと違う。俺はブレーキをかけずにシャーッと滑らせていってやったけど、俺も多分ブレーキかけないでこうやって勢いでこうなんて、うん、こけないよ。でもこけやしない。だからダメなんだよ。そこは違う。転んでどこまで行けるかだから、最後は人間と自転車のこうコラボレーション。コラボじゃない。コラボじゃないと思う。コラボだよ。離れてるから。離れてないよ。離れ、あとこう神社のこうガタガタガタって階段じゃん、あそこをこうね、もう見えないんだよ、こうやって見てこう見えないで、いきなりジャンプしてガタガタガタって。それ俺もやってた。やったでしょ、うん、階段ってさ、うん、自転車でものすごいいい距離を入れると、うん、階段じゃなくなる。抵抗じゃないんだよね。あの、なるほどね。ガッタンガッタンじゃなくて、シュパ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 シュたぶん本国ね、本国知ってるんですか、うん、その車の動きはすっごいなと思って。あれ俺がやってたんだよ。あ、マジか。あ、じゃあ折戸さんに憧れて。そうそうそう。結局そこだ。で、ね、あ、危ないデカだったんだ。そうそうそう、あの車の動きがすごくて、うん、どうやってやってんだと思って、うん、いろいろ。俺西部警察だな。西部警察古いっすね。時代を感じますね。時代を感じますね。太陽に吠えろとか
太陽に吠えろ。あ、ジャンプ系？はみ出しちゃったり。はみ出系。やっぱりね。臼井さんは？なんでですかね。俺に憧れたの。やっぱりそこも。お前が憧れて俺にこう電話番号を教えてきたじゃん。その次の日から泊まりに行って。そうそうそう。お酒飲みに行こうって言ったら。詳しいですよ。行ったら行ったでいいけど飲めねえんだ。酒なんか飲まないだろ。昔はね。さあ、これといった大きなきっかけはなく、なんとなく。なんとなく、なんとなくこう。まあ、こいつの場合女にモテたいためにやっただけで。うん、それかな。谷口さんは。谷口も俺に憧れた。俺はね、忘れちゃったな、もう。嘘、お前そういう初心を忘れちゃいけないんだよ。あのね、俺の中ではね、まあ、昔からね、目立つこと好きなんだよね。嘘。で、まあ、小学校の頃からこの BMX っていうチャリンコやってて、ウィリーとかもね、もう小学校5年生の頃からできるし、だからね、俺の中ではね、もうウィリー、ちょっとした自慢、ウィリー、ちょっとした自慢、超自慢。ウィリーとドリフトとバク転はね、男であることできなくちゃダメってのがあるんだよね。あ、バク転もできない。俺バク転できたよ。いや、俺も若い頃できたんだけど、高校生今できないでしょ。できない。今やるとね、いろんなところの筋とかね、いろんなもんやっつけちゃいそうだよね。できない、頭かろうって。ドリコン GP はスタート当初、ギャグ満載のお笑い命クラス、パフォーマンスの曲芸クラス、プロを狙う職人芸クラス、団体ドリフトのグループ交際クラスの4つに分けられていた。その中で今でも伝説として語り継がれている名ドリフターがいる。デブ渡辺の愛称でドリコンファンにすっかり人気となった渡辺正樹。1990年86を巧みに操り、迫力のドリフトで職人芸クラスを制覇した。
ドリコン GP スタート当時 M3 で過激なドリフトを見せることで有名だった。90年の第一戦山梨大会では極限クラスからのエントリーで優勝を果たした。うまい、なかうまい、おなんかボコッと音がしたぞ。アグレッシブな走りから破壊王として知られている岐阜出身のドリフター、サーキット一の暴れん坊として有名である。無謀な、お無難に抑えて、うめよし、繰り返し、おやめろよ、ドリコンがスタートした当初から大会に出場し、その長いキャリアからドリコン界の生き字引と言われる人物。今ではカーボーイなど雑誌記者としても活躍している。ドリコン GP の審査員席でもいつも見かける顔である。危ねえ。90年当初からドリコン GP の常連だった。根性君と言われるほど努力家で練習の鬼だった彼は92年のグランドチャンピオンに輝いた。遊びのスタイルから生み出される中井のセンスは、鬼キャンブームなど独特のドリフトワールドを作り出してきた。ドリコン GP スタート当初から数々の大会に出場している。愉快なパフォーマンスでサーキットをいつも沸かせていたマンジ君こと渡辺武。パフォーマンスのみならず、その走りは繊細かつ大胆。ストレートで小刻みにドリフトする独自の走りはマンジと呼ばれ、今や世界でも通用するほど有名な技となった。
93年の中山大会にグループ交際クラスで出場し優勝。地元中国四国地区でドリフトイベントを主催し、後輩ドリフターの育成を積極的に務めている。ご存知、恵比寿サーキットの支配人、95年の恵比寿大会で優勝した。ドリフトができる場所を増やすために恵比寿に専用コースを設置したり、各地でイベントを開催するなど、ドリフトの発展に貢献してきた。